カメグラー、ゾモリョです。カオシード、伊藤です。はい。今回がですね、お正月特番、6日連続。そうですね。投稿、最後の動画でございます。ええ。まあ、最後の動画っていうのもね、まあ、2020年、上半期をちょっと紹介していこうかな。なぜかというとですね、ええ、まあ、なんで俺がこんなこと言い始めたかというとですね、2020年って、スポーツ、ひいてはサッカー界、めちゃめちゃおもろい年です。というと、さあ、どういうことなんでしょうか。ということでですね、1月から、7月まで、ざっくり、月ごとに何があるかを語っていこうじゃないかと。おっす。まあ、今回は正直ちょっと緩めっす。まあ、そうですね、なんか。まあ、雑談というか、まあ、僕らもちょっと、はい、ということでですね。ではまず、1月から7月までところですけども。じゃあ1月、移籍市場が一番出てくるのかなと。まあ、どのチームもね。どうすかね。やっぱり、怪我人だとか、ここがやっぱ足りないとか、思ってるチームがあって、やっぱり、プレミアって冬の移籍市場って結構盛り上がるじゃない。まあ、そうっすね。トーレスだとか。あとは、まあ、ムヒタリアンとサンチェスがトレードしたりとか。確か、デブライネ冬移籍だったやつ。あ、そうなんだ。確か。あとは、まあ、オーバメアン、まあ、アーセル・ガブリアンとオーバメアンが来たりだとか、結構、こう、玉突きが起こりやすいんで、まあ、1月も、こう、移籍市場がどんどん盛り上がってくるのかな、っていうことなんですけれども、まあ、それが、まあ、言っちゃえば、欧州リーグじゃないですか。うん、プレミアリーグというか、うん、イングランドに限るとですね、うん、カラバオカップの準決勝、うん、マンチェスターダービーありますね。これまた。はいはい。またダービーと。ダービーですね。まあ、借りは返さんとね。そうだね。うん。負けてはないっすよ。お隣さんには。何言うて負けるなんてね、ありえないっすよ。アーセナルでも勝てんのに。結構負け取りやし。そこはね、謎の力が働いてるからね。ダービー特有の。まあ、そうだね。ダービーはちょっと熱量がね、独特だからね。といった意味で、まあちょっとなんか、1月の後半からは、ウィンターブレイクというか、ちょっと休みがあるんじゃないかと言われてますけれども、タリーグは休んでる中、プレミアリーグはね、バンバン働く。シャチェクリーグなんで。ブラックリーグすぎんだろ。ブラックリーグに改名しろな。ということでですね、1月は移籍市場だったり、カラバオカップがありますよと。まあまあまあ。はい。なんかありますか、1月。1月っつったら。何年か次いきます。じゃあ。はい、ということで次、2月です。2月と言ったらもう。もうご存知。はい。チャンピオンズリーグ。はい、始まります。はいはいはい。シティは？シティは、まあ、ポジティブな面で言うと、もう、サネやら、ラポルトやら、ストーンズでもう、ほぼほぼ、練習、トップの練習に、チーム練習に復帰できると。はいはい。相手もマドリーだしね、レアルの。いやー、いっちゃん楽しいよね。そうですね。いっちゃん楽しい。まあ、CS ベスト16に関して、まあ、語った動画は、こちらに貼ってあるので、ぜひともそちらを参考にしてください。まあ、いろいろありますね。リアプールがアドリティクだったりとか。これまた寝れない日々続きますよ。で、過密日程が始まってくるのも2月からじゃないですか。そうだね、CL が絡んでくるんだ。あと FA カップとかも絡んできて。なんで4コンペティションもやんなきゃいけないの、ほんとに。プレミア FA、カラバオ CL。ああ、アホちゃう。どんどん故障人の者が出てくるのもね、ねこの時期なので、ここを耐えしのげばっていうようなところではありますが、朝の EL が始まりますね。いや、もうちょい前から始まったあ、いいっすね。出てもいいっすか。オリンピアコスなんですけども。まぁ、ちょっとそれもね。うん。まぁ、別に動画に上げてないですよ、オリンピアコスどう思うなんていうのは。まぁ、別に上げる必要あるのかなって。まぁ、そうね。まぁ、っていうのもあるんで。まぁ、近い時期になったらまたそれもそれで特集しようかなって思ってるんですけれども、まぁ、サッカー熱が。うん。さらにグーンって上がるのが2月なんじゃないですか。そうですね。一回クールダウンさせて、また、ボッとね。まぁ、あとやっぱ2月で気になったって言うと、やっぱカラバーカップ決勝。2月終わりありますね。まあでも、カラバーカップは、去年シティ対チェルシー。ああ、あれだ、ケパ事件だ。ケパ事件。ケパとサンディの、もういいえ、出ろ、いや、出るみたいな。俺らあれやね、スノボ行ってて夜行バスで見たら。夜行バスで。そう。ギガを削りながら。見てましたね。懐かしいな。あとちょっと余談なんですけど、2月ってプレミアリーグの日程がずれると。1週間ぐらいずれてるってことなんで、2月にイギリスに行かれる方は、チケットが丸々ずれるっていう事件が起こるっていうのも、
ちょっと注目すべきところは、まあ確かにね、やっぱりこうね、会場見てても、ね、意外と現地とかね、アジア人とか、うん、意外といるからね。だって2月だって大学生とかさ、うん、この春休み始まって一番動きやすいし、旅行とかも、ね、あったりなかったり。そういう感じでね、まあぜひともね、イギリス行かれる方は、うん、日程の方はしっかり確認した方がいいのかなということで、まあ一つ言うと2月にね、イングランド行くのをおすすめしないですけど、ぶわっか寒いんだよ。ありえんってぐらい寒いんだよ。はい、ということでですね、3月、3月になってくると、CL も佳境ですか？佳境じゃないですね、まだ。別16のセカンドレグが3月の中旬にあって、そこから3月の終わりあたりから、別8が始まってくる。別8からが地獄だからね。そうなんですよね。1週間2試合目入れから、その間にプレミア挟んで。はいはいはい。あ、他だと。やってられんばい。やってられないですよ。やってられ、まあ、BL はさらに多いんで。ああね。まあ、アーサル、今のこのね、テンション高いアーサルが。ここまで実際なんか質問来てたんですけど、はいはいはい、EL 優勝と、はいはい、CL じゃないプレミア4位ね、はい、どっちの方が可能性高いと思いますかね。ですね、もうぶっちゃけて言うと、今の段階で考えるべきじゃないですかなと。まあそこは OK よ。というのも、まあまあ、あのですね、可能性の話で言うと、可能性だけでいいです。まあ、俺はベスト4の方が、4位以内の方がいいと思って、まあ長いじゃないですか。うん、1個ミスしたら負けの EL とは違って、うん、まあ長いからっていうので、どんどんして上昇が見込めるっていうのと、うん、まあ今期のプレミアも、ちょっと、魔境っしょ。魔境っしょね、うん、本当に。なんで、いつもみたいに上位陣が爆走するようでしたら、うん、ちょっと追いつけない壁があるのかなと思ったんですけど、今のままだと正直4位以内の方が、現実味あるのかなっていうのも、なんか、ごめんなさいなんですけど、アーサルが優勝する姿があんまり、まあそうっすね。まあ、なんかね、なんか、まあ、欧州のタイトル僕見たことがないから、なんか実感がわかんないですよね。うん、だよね。それはわかる。だから、まあ、でも、それでも、舵切るのはまだまだ好きな話だ。まあね。だから僕は、4位以内。うちの方がいいのかなっていう風な感じですね。はい、はい、ということで、4月。はい。はい。なってきたら、はいはいはい。CL が一番忙しい時期ですね。もういつまで CL 話すんの？いや、本当にそうよ。CL3、4試合やる。まあね。出てきますよ。こっから、ベス8勝った後のベス4が一番地獄まであるから。これはもう。やったり、4月さん出たら、新生活。始まるわけじゃないですか。まあそうですね。はいはいはい。確かに。中にはさ、社会人になってもアーサルの試合見れなくなって。ああ。悲しい。そうか、逆に大学入って、これからもう見放題だよ。そうですね。特にやっぱ、明らかに増えるからね、大学に入ったら、うんうん、見る時間っていうのは。うんうん。高校だとなかなかね、そうだね、見れなかったりするし、うん、ただやっぱり、大学生の終わりの方ですけども、うん、僕も。うん、言わせてもらうのは、大学生のうちに見とけーと、アーサルを。そうっすね。うん。俺はもう大学生で全試合見ました。まず大学4年生に入って、1年生になった4月にまずクレジットカード作って、そっから、そこでダゾーンに入会して、うん、あと爆走すると。そう。めちゃめちゃ見れますよ。天国だよ。学校行かなくなりますからね。行かなくなります。あとはまあ3月といえば終わりの方っすね。うん、ユーロ。2020の準決勝と決勝があると。はい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 。ユーロもこう、死のグループで騒がれてましたけど、うん、あと1チームがプレーオフから参加するのかな。うん、あそこは避けたいっすね。プレーオフ参加するチームをね。いやー、去年じゃね、前回大会ってどこ優勝したっけ？前回はね、ユーロはポルトガル。クリロナ監督のやつか。そうです、そうです。で、フランスと決勝か。フランスとやって、コシェルニーがなんか、やらかしたかなんかで。コシェルニーやらかしてないでしょ、あれ。で、なんか、こいつがキレてたっていう、コシェルニーやらかしてるみたいな、こいつが。風潮を俺がキレてたね。そうそう。っていうのが思い出されたな。とかありますね。あとは4月なんですけど、うん、シティタリアペレ。もう。ありますよ。絶対に、一発かまわしといたら、ああ。何負けても優勝されてもいい。一発殴らせろ。一発殴らせろ。いやもうね、アーサル側からもう、待ってこいし。無敗優勝だけは阻止せなあかん。そうだね。絶
絶対に負けられない戦いがここにはありますね。一番勝てそうなとこですもんね、出幅がね。そうだよ。うん。この世で。僕はこの世で一番勝てそうなとこなんで。ほんと、ぜひともシティさんお願いします。任せてくれやろ。お前は何もせんやろ。俺に任しとけー俺に任せとけーまあ、そのね、シティ対、あれがある一方で、4月25日にね、ノースロンドダービー。おありますね。また。はい。戻ってきました。そのダービー。こちらはね、まあ正直、まだ先のことすぎて、チーム状況から全く読めないんですけど、まあ、アーサルが一番熱くなれる日だと思うので、これも楽しみかなっていうふうな感じで、この連戦が次リバプールです。ということで、5月突入したいと思います。5月2日、アーサル VS リバプールございますね。なんとしてでも無敗優勝2度目ですね。2度目です、シティがやられてもね、そいつはシティの中でも最弱だシティ買わせいじゃんね。いやもうほんとエビデンスです、これは。いやいや、負けられへん。万が一リバプールがここまで無敗できたとしたら、もうアーサルはもう目の色変わりますよ。確かに、絶対にいいね。プライドがあるので。はい。っていう意味で楽しみだっていうのもありますけれども、そもそも5月でプレミア終わります。そうっすね。はい。我々のね、長かった長かった、このやつも終わりますよ、5月で。そうですね。悲しいですね、ここまではね。まだまだ、まだ1月ですけどね。まだ1月ですね。発注前ですよ。発注前ですよ。プレイちゃん始めてからもう、早4ヶ月ぐらい経ってるな。経ってないか。でもまあ、そんぐらいですよ。3ヶ月。早かったっすよ、早かったっすね。いや、まだ1月やからな。はい、ということでですね、まあ、CL 決勝。はい。こちらも5月にあったりとか、FA カップ決勝だったりとか、もう、すべてが終わるのが5月の。5月、6月頭ぐらいですかね。はい。まあ、シーズンが終わるということで、シーズンのまとめみたいなのも取れたらいいっすね。そうっすね。はい、ということで、まあ、最後なんですけど、前半戦ということで、6月。はい。ユーロ、開幕でございます。いやー、もう4年に一度ですよ。4年一度は。まあ、ワールドカップよりレベルが高いなんてこともありますからね。ありますね。最近はもう欧州の躍進が止まりませんからね。ということで、まあ、死のグループが話題になりましたね。そうっすね。死のグループ、こちらです。はい、バボン。バボン。はい、フランス、ドイツ、ポルトガル。いやー、アタオカだなー。アタオカー。これ、アタオカだなー。ね、でも、ドイツじゃねえ、フランス、ポルトガルじゃねえ。じゃあ、そのドイツもただで黙ってるドイツじゃないっすよ。最近のドイツ？ベルナー、バリバリですよ。ベルナーか。でもなんか、全然高齢化して、そんなにも。そう、ちょっとこう、だんだん、こう最近ちょっとね、なってきてはいますか。ただまあ、有名なことわざあるじゃないですか、サッカー界に。知ってます？ん？知ってます？サッカーというものはね、たくさんの国やチームが、しのぎを削って戦って、最後はドイツが勝つスポーツだっていうことわざがありますから。なるほど。でね、韓国に負けてましたけどね、ワールドカップで。でもユーロ2020もね、当たり前ですけど、プレジャー、バチコリやっていきますよ。もうね、プレミアリーグの選手がもうバチコリいるんでね。いるんでね。ほんと、なんならもう全試合やってやるか。嘘、ごめん。これはごめん。やらない。全試合やらない。ああ、危ない危ない危ない。俺自分で首を絞めるところだったよ、お前。ただね、プレミアリーグ、終わったから、プレシャーは終わる。そんなことないですよ。そんなことはない。ユーロをバチコリやるんでね、皆さん、ぜひとも一緒に見ましょう。そうですね。はい。ということで、今回前半戦振り返ってきました。なぜ前半を振り返ったかというと、7月はね、東京オリンピックがあって、それはそれで特集したいなと思うんですけど。オリンピックもね、各国の有能な若手が、有望な若手が、日本、ひいては東京に集まりますよ。ちょっと取材とか行きたいですね。オリンピックはアンダー23、プラスオーバーエイジと。ということで、まあ、23歳以下で最近有望だと言ったら、まあ、ムーバッペ。まだまだ、もう次のオリンピックも出れてるのっていう。だから、アーサル海外だったら、ゲンドゥシとか来るじゃないですか。ああ、ね、フランスのアンダーダーは入るでしょうね。はいはいはい。だったりとか、なんかこう、本当に可愛がりたいというか、有望な若手たちが集まって、これもまた見物ですよ。イングランドとかもね、今、すごいですよね。なんか、トドロキスタジアムの近くにイングランドの公式練習場できてましたね。そうそうそう。はいはい。偶然ね、見つけて、こんなとこにあるんだ。ぜひちょっとね、今回もバリバリ取材していきたいですね。どうやって中入るんでしょうね、あれ。頑張るんだよ。ということでね、東京オリンピック、まあ、ユーロ、プレミアリーグ終わってもプレッシャーはまだまだ止まらないんでね、
1年間バリバリ稼働していくということでですね、はい、はい、こちらお正月特番というか5日連続投稿もこれが最後です。まあそうですね、我々もなかなかしのぎ削ってるね。はい、年末年始正直あんまり進めなかったですね。そうですねまあ言ってもまあここからちょっと遅めのね遅めのお正月の正月だっていう感じなんですけれども、まあ開ければ、うん、ちょっと告知なんですけど、1月11日、はい、生放送します。クリスタルパレス対アーサル、まあ、9時半キックオフの試合なんですけれども、はい、久々にね、まあね、新年最初のプレベちゃん雑談配信ということで、はい、皆様ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。 TikTok、Twitter の方もよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ。